調子はどうだね。改良パーツが届いた。フリー走行で試せるよう今装着している。これがレポートだ。1番手に落ちた。それではグリッド順位を確認しましょう。昨日の予選で最速ラップを刻んだルイス・ハミルトンがポールポジション、その横からはセバスチャン・ベッテルがスタート。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。リカルド、ライコネン、セルジオ・ペレス、フェルスタッペン、ボッタス、オコン、ザウバー、ニコ・ヒュルケンベルグ、グロージャン、マグヌッセン、カルロス・サインツ、パーマー、アロンソ、マッサ、ランス・ストロール、ストフェル・バンドーン。首跡最後尾に位置するのはパスカル・ウェイレイン。さて、それではコースに目を向けてみましょう。予選は期待以上の順位だったな。この好調さをキープしたまま行くぞ。
ングピットインだ。ミディアムに変えるぞ。
には近づくのよ。線を越えてコースに出れば危険走行でペナルティを課されるぞ。
しつつ前の車の後ろにつくんだ。スローダウンしろ。デルタがマイナスになっている。スピードの出しすぎだ。
レース終了だ。バルクフェルメで会おう。文句のつけようのないフェラーリの素晴らしい走りでした。興奮のレースを終え、穏やかな表情を取り戻したトップ3が今ポデュームに上がります。ではポイントを確認しておきましょう。素晴らしい結果を出し、キミライコネンがランキングトップに立ちました。さてドライバーオブザデーですが、誰を押しますか？難しいんですが、パスカル・ウェイレインを押したいですね。これまで他のカテゴリーで見せてきた才能をF1 でも存分に披露してくれるんじゃないでしょうか。コンストラクターの順位を見てみましょう。フェラーリがトップに立ちました。お楽しみいただけましたでしょうか。また次回お会いしましょう。